ただいまから DJ おじさんの2級建築士一次試験合格サポート講座、構造力学で持ちこぼれた、人のための講座を始めたいと思います。今回は5回目としてシグマ M イコール0釣り屋敷 の、の表現方法の問題点ということで、お話をしたいと思います。はい、いつもの通り、落ちこぼれた人の独り言ということで、お話をします。シグマ Y イコール0、シグマ X イコール0、シグマ M イコール0の釣り合い式の、プラスマイナスの符号の付け方が面倒という、ことで、お話をします。この解決方法は、ラクトレがプラスマイナスの符号を使わない方法を提案いたします。ご期待ください。はい、釣り合い式のシグマを使ったこういう表現ですねの問題点について、説明いたします。問題点はズバリプラスマイナスの定義が必要ですよということです。前回の動画でも説明しましたが、釣り合いの3つの式の表現ですね、このようにシグマ M イコール0というふうに書きまして、これはモーメントの釣り合いなんですが、時計回りのモーメントの和引く反時計回りのモーメントの和イコール0というふうに、表現して式を作っていくということになります。その時にここにありますようにマイナスという引き算をしなければならないということで、時計回りはここにありますように定義としてプラスとしますよと、反時計回りをのモーメントをマイナスとするということで、どちらかをプラスマイナスにして式を作っていかなければならないということで、このプラスマイナスの定義が非常に面倒ということになります。同じく左右方向も左をマイナス、上下方向を下をマイナスというふうな定義を覚えなければならないということです。これをきっちりしないと、式が、作れないということで、初心者の方はなかなかこれ自体が覚えるのは面倒だなというふうに思われると思います。これがシグマを使った式の問題点というふうに思っております。では、先ほどの問題点をラクトではどのように解決してくれるのかということなんですが、ラクトではこのように、頭イコール歯、上イコール下、右イコール左というふうに表現したら、プラスマイナスの定義が不要ですよということになります。これを、提案しております。で、どういうことかと言いますと、先ほど言いましたように一般的な表現では、時計回りのモーメントの和引く反時計回りのモーメントの和イコール0というふうに、表現します。で、この反時計回りのモーメントの和を0のこちらの方に移行します。そうすると時計回りのモーメントの和イコール反時計回りのモーメントの和ということで、このマイナスが消えてなくなります。これがラクトレ式の表現方法です。で、例えばここにシグマ Y イコール0、上下方向ですね、上イコール下というふうな釣り合いに関しましては、上方向の力の和イコール下方向の力の和という表現になります。こちらにちょっと絵がありますが、これは鷹の絵ですね。これは上方向の力ということを意味しています。3羽の鷹がいますよと。で、下向き、これは下向きですね。下向きに3羽の、鷹がいて、上と下が釣り合ってますよというような、イメージになってます。横方向、X 方向に置きましても、象さんが左向いてるのと、
3匹のゾウさんが右向いてると、これで釣り合ってますよということを意味しています。それからモーメントはちょっと表現方法を苦しいんですが、カタツムリのこの渦巻きの方向が逆ということで、モーメントの釣り合いのことを表現しております。ということで、シグマ Y とかこういうシグマを使わずに、上イコール下、右イコール左、等イコール波、時計回りイコール反時計回りという表現の式を作ってやると、プラスマイナスの定義が不要になりますよということになります。非常に使いやすいと思います。先ほどのラクトレ式の、時計回りのモーメントイコール反時計回り、等イコール波の実例について説明します。ここにありますように、モーメント式が直感的に作れますよということです。これが一般的なモーメント式の表現ですが、それをラクトレ式にイコールで結びましたということです。等イコール波ですね。こちらの方にシーソーの釣り合いの実験の写真がありますが、ここの視点をで左右にモーメントが釣り合っているということで、こっちは消しゴム1個で15センチですよと。で、こちらが、消しゴム3個で距離が5センチということで、モーメントは力かける距離ということになります。で、これらが釣り合ってますよということで、マイナスも定義する必要がないので、直感的にも、釣り合い式が、モーメントの釣り合い式が作れるということになります。これが、図で表したものですね。消しゴム1個が15センチの距離にあって、半時計回り、こちらですね。で、こちらが、消しゴム3個あって、距離が5センチで、こちらは時計回りということになります。で、こちらでは、波イコールとの関係になっています。まあ、時計回りと反時計回りは右左の項目はどちらでもいいということなので、このような表現でも大丈夫ですということです。で、このように、釣り合い式が直感的に作れるということになるかと思います。はい、大変便利です。はい、最後まとめです。ラクトレの釣り合い式をどんどん使ってくださいということです。先ほども、説明しましたが、これがラクトレ式の、釣り合い式の表現です。これらを使えば、何度も言うようでなんですが、プラスマイナスの定義が不要で、直感的に釣り合い式ができるということです。以上で説明を終わります。